新規感染者数が第5波の2倍を超えるなど、かつてないスピードと規模で爆発的な感染拡大状況です。病床使用率は日々上昇し、医療現場の逼迫や社会経済の停滞を招きかねないなど厳しい状況にあります。そういった状況を踏まえ、まん延防止等重点措置が適用されました。2月20日までであります。今回の措置では、飲食店の皆様への営業時間の短縮や、酒類の提供の制限などをお願いしております。また、市民の皆様には、改めて基本的な感染防止対策の徹底に加えまして、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出、移動の自粛、不要不急の府県間の移動は極力控える、感染対策が徹底されていない飲食店の利用自粛などをお願いいたしております。ご協力よろしくお願いします。現在、陽性になられた方の7割が30代以下という状況であります。春休みに入る学生さんも増えますが、特に今波等にはご注意いただきたい。京都市も全地を挙げて保健所体制をさらに強化し、そして京都府と医療関係者と多くの皆さんと連携して、命を守る取り組みに全力投球いたします。ワクチン接種を強力に進めております。大切な人、ご自身のためにも、ぜひワクチン接種のご検討をお願いします。